どうも、愛知です。皆さん問題集とかで問題を解いてるときに分かんない問題に出会うことってあると思うんですけど、その分かんない問題を解説読みますよね。で、解説読んでも分かんねえんだけどっていうことありません？で、その時に、まあ、粘る方もいれば、もう分かんないからいいや、次行こうっていう方もいると思うんですけど、まずその、分かんない問題の時に粘った方がいいんですかっていう相談がまずあったんですね。で、それプラス、例えば、解説読んでも分かんない問題がありました。次行きました。できねえよー。解説読もう。分かんねえよーってなって、もうだんだんモチベーション下がっていくんですよね、こうやって。で、もう次行こうって。あー、解けねえ。解説読んでも、もうね、モチベーション下がってるからさ。あ、わかんねえよ、もうなんだよ、わかんねえよ、もう、みたいな感じになって、イライラしちゃって、で、モチベーションが下がる、勉強が手につかなくなるなんていう経験、ある方いると思うんですよね。自分まさしくそのタイプだったんですけど。で、まあそういった時どうすればいいですかっていう相談があったんで、ちょっとね、答えていこうと思います。で、まず、まあキーワードとしては、やっぱり頼るっていうのと、諦めるっていうのが非常に大事。頼ると諦めるね。で、頼るっていうのは、当然も人に頼るっていう。学校の先生、塾の先生、ご家族、まあ、ご兄弟とか、両親、まあ、親とかでもそうですし、あとは友達とか先輩でも構わない。今だったらツイッターとかでさ、わかんない問題聞いたら教えてくれる人もいるわけじゃんか。だからそういうのうまく使って、頼れるところは頼った方がいいです。で、ただそれでも、いや、いないんですって方もいると思います。自分まさしく中学の時それだったので、聞く人が誰もいなかったんでね。で、まあ、今だから思うことですけど、例えば学校の先生とかってさ、質問した時に結構忙しいから他の先生に聞いてとかって、こう、突っぱねられることもあるんですけど、普段の先生見てると、この先生どうせ聞いてもダメだろうなって思う先生もいるんですよね。で、それするともうなんか聞く前に諦めちゃうことってあると思うんですけど、どうしても解決したいことだったら、一回ね、食わず嫌いで質問やめとこうじゃなくて、一回相談してみるといい。聞いてみる。それで、やっぱり案の定、この先生ダメだわってなることの方が多いんですけど、でもね、こう、どうしても解決したいことだったら、やっぱり人に頼ってほしいし、そこは、どうしても解決したいからね。そう、だから選択肢として、頼る前に諦めるっていうのは、なしにした方がいいです。まあそれで頼ってさ、断られてさ、へこむ子もいると思うんです。それちょっと申し訳ないんだけど、そこに関しては。それはまあ無理ししないけどさ、まあぜひぜひ、意外と頼ったら教えてくれる親切な先生とかも結構いるんでね、よかったら頼ってみてください。で、もう一個がその諦めるなんですけど、例えば分かんない問題出会った時に、いつも言うことが、その問題って今の君にとって必要な問題なのっていう判断が非常に大事なのね。中学校の参考書とかだと、よく、基礎問題、標準問題、応用問題か。基礎、標準、応用って書いてあったり、まあ A 問題、B 問題、C 問題って書いてあったりする、まあ参考書多いと思うんですけど、まあみんなもさ、偏差値45を目指してる子もいれば、60目指してる子もいれば、70目指してる子も、いろんな、あるじゃん。違うじゃん、みんなにとって。で、例えば偏差値45を目指してる子が、C 問題とか応用問題を粘ろうっていうのは、それは違うだろうって思うわけ。なぜかっていうと、まあ、45を目指してる子だったら、ちょっと言い切って申し訳ないんだけど、A 問題とか基礎問題でできないところ絶対あるはずなの、それ。どっかはある。だったら、C 問題粘るよりも、その時間を A 問題、をできるようにする、定着させる時間に使った方が得点は上がります。そう。だから、今みんながその分かんないって粘ろうかどうか迷ってる問題が、今のみんなにとって必要なのかどうかまず判断してください。で、もちろん自分だけで判断しにくいことの方が多いと思います。で、そこはもう感覚です。自分がよく言うのは数学とかだったら、数学の解説の量、その長さとか。長いとやっぱ難しいじゃん、単純に。まあもちろんちょっと変に書いてあるものもありますけど、だったら、あ、これ難しいのかもしんないな。じゃあ、今は捨てとこうって。俺普通に問題集に罰書かせますもん。問題に。大きく。まあ、シャーペンとかでね、消えるものでね。そう。問題を捨てるってすごく大事。なぜなら、だって受験本番100点必要ないもん。ほとんどの子が。100点中60点必要な子って。例えば1問5点で、20問で100点だとしたら、60点でいいってことは40点間違えられるんだよね。40点間違えられるっていうのは 5×8 だから8問間違えていいんですよ。間違えていい問題があるの、本番では。だからみんなの普段の勉強でも捨てていい問題があるはずなの。いい。全部を完璧にしようとしない。いいかなっていうところをまず大事にしてください。で、あともう一個。人に、例えばその質問する。まあ、自分のところにもね、よくこう、この問題教えてくださいとかって質問が来るんですけど、他の人にもね、自分に送ってくれる時もそうだし、まあ、これあんま話さない方がいいんですけど、本当は自分は。自分がよくこう、まあ、いっぱい問題来るんで、全部物理的に返せないから、返す問題ってま、一日何問かしか返せないんですけど、返す人って大体こう、決まってる傾向があって、
質問の仕方が違うんですよ。質問の仕方が違う。この問題わかんないで教えてくださいっていうその写メ撮って送る方よりも返す確率が高いのは、解説のこの部分がわかんないんですけどどういうことですかって聞く人。これね、他の先生もよく言う。これ結構塾講師の時に先生ってそうだよね、そうわかるわかるみたいな話よくしてたんですけど、多分そう思うくってる方は多いと思います。学校の先生とか、そのツイッターで質問募集してる人とかでも。なんでかっていうと、この問題教えてよっていう場合は、もちろん問題全部の解説を教えなきゃいけなくなりますよね。でも、みんなも解説読んだ時に、まあ長くね、うわーってなってて、読む気がうせるなんてこともあると思うんだけど、でも、よくよく読んでったら、ここまではわかるんだけど、なんでこっからここの式変わってんの？この変形何？みたいなとこあるんだよね。ピンポイントでここなんだよ、本当は。だから、みんなはその問題がわかんないんじゃなくて、その解説がわかんないんじゃなくて、解説のここがわかんないっていうのが絶対あるはずなの。で、そこまで、ちゃんと質問できる子っていうのは、解説をちゃんと読んでる。だからもう、そもそも諦めてない姿勢が見えるし、自分がどこが足りないのか、どこのパーツが抜けてるのかっていうのを自分で認識しようとしてるから伸びるんだよね。そういう質問する子の方が。で、ぜひ、それは質問するためにそうやって読んでほしいんじゃなくて、みんな自身も、そのね、まあ普段一人で勉強してる方も解説読んで何が分かってないのか、ここなんでだっていう。自分がこの解説を分からないっていうんじゃなくて、この部分が分かんないんだっていうのを、その分かんないっていうものをもっと凝縮してほしいの。ここっていうピンポイントで絞ってほしい。そうすることによって、まあ、一人勉強の時はさ、絶対解決するわけじゃないけど、あ、ここがわかんないっていうことは、この単元が抜けてんのかなとか、例えば展開とか因数分解がわかんないし、他の科目でも、例えば理科のこの単元が抜けてるのかもしれないなとか、復習するポイントがピンポイントでわかることが多いの、そういう時って。だから、ぜひ、まあ、質問する時はそうなんですけど、自分で勉強を把握する時も、その解説とか見た時に、この部分って何がわかんないのか、この部分がわかんないみたいなのを、そこまでなんか読み解くというか、風に勉強していくと、その効率がちょっと底上げされますんで、ぜひやってみてください。